皆さんどうもピーマンです。今回の早川葵のレジェンド物語は、4月の1日西武戦から始めていきますよ。前回の実況1回目ではね、開幕3連戦をプレイしてみました。3試合のうち1回のみの登板でしたが、無事抑えることができたからね。今回も完璧に抑えていきましょう。じゃあ西武1戦目レッツゴー。やってきたよ、今季2試合目の登板だ。8回の表、2点差のマウンドを任された葵ちゃん。大丈夫、任せてくれ。さて、下位打線、8番から始まる打線か。これはありがたいね。簡単にポンポン抑えていくよ。やっぱ葵ちゃんの決め球といえば、このマリンボール、シンカーだよね。これを、ぐいぐい投げていこう。レッツゴー！レッツゴー！そして簡単に追い込んだ。追い込んだがすぐに勝負はいかない。ちょっとストレート見せた後の外に逃げる。潮吹きボール。はい、ごっつぁんでーす。グッバイ、斉藤、レッツゴー。もう勢いのままエンジェルは突き進むからね。大丈夫。スローカーブがいいんだよな。ただね、これスローカーブ投げすぎ注意だからね。待たれてたら、読まれてたら、スコーンって持ってかれるよ。いい球、ナイスピッチ。ナイスピッチのマリンボール。打てるはずがない。その上、天使。青。この打球は、綺麗に一二遊間。マリンボールを投げるべきだった。これ失敗したね。栗山か、一番マリンボール。見てくるね。低め、球速が速くないので、葵ちゃんは平均球速ストレート125、遅いね。カモン、振るでしょ栗山、振るでしょ。振ってくれ。この打球は嘘嘘。ちょっと待ってくれ、考えよう。何を投げればいいんだこれ。どこ投げても打たれる気がしかしね。うまく配球していかないとね。よし、これはスローカーブ。タイミングを完全に外した。もう一球、レッツゴー。追い込んだ。で、マリンボールを追い込んでから打たれてるからな。うまく使え。マリンボール、これはうまく決まった。で、ゲッツは無理か、ゲッツは無理か。ゲッツは頑張れたらいけたと思うんだけどね。エンジェルのためにやってやろうとは思わないのか。さて、浅村、おいおいおい、今日全打席出塁。これは勝負を避けるという手もあるけどね。勝負を避けるという手もある。エンジェルですから。ちょっと一球外。危ない、入ってるかと思った。とにかく逃げるわけではない。エンジェルは逃げないが、もう際どいとこ攻める。頼む！ゲッツ！ゲッツ！ゲッツ！エラーは許さんぞ！エラーは許さんぞ！レッツゴー！早川葵、2試合目の登板、無事0失点。よかった。これ怖かった。浅村ね、おそらく1回だけの登板になると思うよ。次来ないね。レッツゴー。まず西武1戦目を無失点。ピンチを招いたけどね。追い込んでからのマリンボールをことごとく打たれた試合になったね。やはマリンボールとはいえ、決めないと打たれるね。変化量は4くらいあるからね。チームを無事勝利ですよ。よかったよかった。はい、葵ちゃんは1回投げて、3本2本のヒット、1個の三振でございますね。お次の試合、西武2戦目いきましょう。さて、やってきました今季3試合目の登板。8回の表、ノーアウトランナー1塁。ちょっとエンジェルには2の重い登板ですな。うわー、そしてまた上位打線っていうね。これは気をつけないと。牽制、絶対に守る。任せてくれ。エンジェルですか。ロッテのエンジェルですから。里崎亡くなった今のエンジェルですから。しかしこれは盗塁成功。まあ、しゃあない、しゃあない。次抑えればいい。大丈夫。怖いなこれ。またスタミナもないしね。前回の試合登板してますからね。スローカーブ、レッツゴー。流した打球は通れない。サードいないのかい。いるでしょう、いるべきだ。なぜいないんだ。お前はいつもそこにいるじゃないか。なぜ今日に限ってそっちにいる。今へ教えろ。負けたらお前のせいだ。やばい、これいきなりピンチ。ここで浅村とかも死ねって言ってるようなもんだよね。どうだどうだ、1点は入るか。1点はしゃあない、ゲッツ取ろう。1点はしゃあない。もうこれは葵ちゃんが悪いわけではないから。天使を攻め立てるロッテファンはいないでしょ。いたとしたらクソみたいな球団だな。ありえないよこれ。ランナーを出して逃げた先発ピッチャーが悪いからね。それおかしいから。葵ちゃんにそんなプレッシャーかかる状況で回したらこうなるよ。ただこれ自責点ではないのでね。防御率は0点台のままですから。で、おかわり、イエス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 。こいつが怖えんだ。こいつがパワープロ2014で俺よく打たれた。でも抑えた、よかった。葵ちゃん、ただこの1点が負けにつながるというね。
誰が一番悪いかっていうのはみんなもうお分かりですよね。あのピッチャーでも誰でもないから、もう打撃陣だから、そもそも点入れてないね。今日は給料泥棒が何人いるんですかね。その給料を募金に回した地球はね、世の中はもっとうまく回っていきますよ。働かざる者食うべからず、そういう言葉が昔からあるんですよね。鈴木くん、君に言ってるんだよ。鈴木くんだったりね、角中もそうだね。働こう、給料泥棒。さて、葵ちゃんは1回を投げて、まあちょっとね、ヒット許して1点となりましたが、防御率は0点台のままなんでね。お次、西武3戦目いきましょう。はい、本日の試合は出番ありませんでした。これで西武戦は終わりになりますね。チームは5対1での敗北ですか。何しとんねんと、葵ちゃんの代わりに俺が声を荒げていいかな。葵ちゃんのマネージャーであるね、俺が声を荒げてもよかですか。葵ちゃんの出番を作らないと。まあでもね、2戦連続登板だったんで、スタミナもなかったんでね。まあこれはありがたいですよ。ありがたいっておかしな話だけどね、チーム負けとんねん。さて、今回が日ハム何連戦だこれ。3連戦が始まりますかね。 OK、 わかりました。強力打線ですからね。もし葵ちゃんの出番があるなら抑えていこう。じゃあ1戦目GO。 1戦目は出番なく、チームは9対3での敗北か。まあやる気の問題なんですよね。結局ここまで打たれるっていうのはいかがなものかと、石川くん、君に言ってるんだよ。葵ちゃんに出番をよこさないと。まあでもしゃあないね。日ハムはやっぱ強い打線だから、なかなかこんな打線を抑えるというのは難しい話でしょう。お次、2戦目いきましょう。はい、行きました。今季4試合目の登板になります。まあしゃあないね。1点差の中の登板、そしてリードオフマン西川、塁に出すと非常にめんどくさいぞ。出さないように葵ちゃんは抑える。初球はカーブから入る。毎回これから入ってるから気をつけないとね。よし、マリンボールで簡単に追い込んだ。西川は三振の特殊能力を持ってるからね、際どい。でも内野安打もあるから怖いとか、足がとにかく速いんだ。攻めるよ。この打球は真正面、あー取れないのかい。オーマイガー、ツーベース。うそー、あのね、ツーストライクからのマリンボール打たれすぎじゃない。そんな打たれる変化球かな。見てよ、際どいとこ決まってるよね。ポンポンライトン運ばれるんだけど。バントなんてするんじゃねえ、エンジェルの間。面白くねえな、お前。面白くないわ。エンジェル嫌いだからね、そういう人。男ならガツンと打ってこいよ、女相手にバント。面白いね、面白い。君は実に面白いよ。君みたいな面白い人間は多分世界中探してもいないでしょうね。さて、陽大館、陽大館だ。スローカーブ怖いな、これ。どこ投げりゃいいんだ。よし、What？ ありがとう、マジでこれ打ってくる。いや、まだまだまだ、2ストライクからだからね、野球は。2ストライクは毎回打たれてる。マリンボール、よし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 、ナイス。完全にタイミング外れてた。よしで、ここでなあ肩、なあ肩、どう抑える。最悪フォアボールでもいいけどね。ただ今日の調子は不調だから、勝負に行ってもいいと思う。イエスイエス。で、速い球、内角、速くないけど決まった。うーわー、これで三振取れないのは厳しいな。外を逃げるカーブ、ゆっくり逃げていけ。レッツゴー。この1点差無事守り抜きましたよ。かった。これもヒヤッとする試合展開。ここで打たれてたら、今日の先輩は葵ちゃんだったよ。すごく見て、これかわいい。こんな天使から打ったらもうロッテファンからのねえ、すごいよ。そういうのが生卵投げてくるからね。わりかし腐った、ゆで卵投げてくるやからもおるかもしれん。ナイス。今日は1回投げて、それもまた上位打線をね、完璧に抑えましたからね。西川の1本が悔やまれる。課題は2ストライクからの何を投げるかだね。毎回マリンボールを運ばれてるからね、ライトに。オーケー、わかりました。お次、日ハム3連戦の3戦目。次で最後だ。行きましょう。残念、この3戦目は4対3。1点差届かずですね。エンジェルも出番なく。でもね、まあ、エンジェルのマネージャーとして、私ピーマン、ちょっとほっとしてる自分もいる。日ハムやっぱ怖えんだもん。西川、陽大館、中田、あの並びが怖いからね。エンジェルも正直、ションベン漏らしそうになってますから、まあ、エンジェルのおしっこはですね、非常にプレミア価値がつきますから。俺何言ってんだ、俺どうした。俺めっちゃ変態チックな男になってるぜ。まあ気にしないでくれ。よしよしよし、日ハム戦が終わり、今回から、おう、オリックス3連戦かな。
はい、始まります。じゃあ今回の実況はこのオリックス3連戦をプレイして終了したいと思いますのでね、よしよし、完璧に抑えていきましょう。じゃあまず1戦目ゴーゴー。1戦目出番目、4対1ですか。ない、ない、1戦目は大抵出番ないもんだ。しかしだね、ロッテ負けすぎじゃない？やる気の問題なんですよね。エンジェルも頑張ってるんだからロッテも頑張ろう。ここまでまだ防御率0失点だからね、0だからね、頼むよ。次2戦目いきましょう。京セラドーム大阪です。はい、来ました。今季5試合目の登板になります。おう、同点の場面だね。同点ですよ。これ下位打線9番伊藤。待て、おい、キャッチャー伊藤打ちすぎじゃねえか。おいおいおい、こんなキャッチャーいたらお前オリックス余裕でリーグ優勝じゃねえか。でもなぜ今季はリーグ優勝できないんだろう。わからないね。伊藤がいないからなのかな。その辺原因不明ですが、やばいな。下位打線だからほってしてたけど、ここまで素晴らしい成績、打点も10打点だからね。これはどうだ。いやー、マリンボールがな、あの内角のなかなか取れないんだよな。ストライク、外から入れる。この打球は流してセカンドゴロ。セカンドにはねクルーズがいます。守備範囲が非常に広いですから安心感があるね。さて、ヘールマン。さあ、いかん、俺やべえ。初球絶対カーブで入る癖ついとんな。サッカーずっとカーブで入ってるよね。よし、これは岡田。エラーは許さんぞ。エラーしたらおっぱいビンタだ。ご褒美じゃねえか、お前。よし、平野だ。今日は3の0。2個の三振。完璧に抑えられてる平野を完璧に抑えていく。いやいや、ここまで2アウトランナーなしでいってますからね。ぜひぜひ、三者凡退で。おー、いいの決まった。俺じゃったら振るね。俺じゃったら振るよ。平野だから振らないのね。流した打球は真正面。はい、ゴッツさんでーす。アウト。イエーイ。ゲームセットじゃないね。まだチェンジだ。引き分けだからね。チームはレッツゴー。負けたのか。負けたのか。俺今なんでレッツゴー言うたんだ。ガッツポーズまでしたよ。右手ね。右手で思いっきりレッツゴーってガッツポーズした。なんでだろう。原因不明だ。イエス。負けたんだ、そうだ。なんでだろう、俺勝った気でいる。何を見て勝った気でいるんだろう。はい、葵ちゃんはですね、1回投げて完璧。打者3人を球数11球で抑えましたね。まあ理想的だよね。あれが目指すべきピッチングだ。内野ゴロで抑えるっていうね。まあ際どいとこ狙って野手の正面にゴロを量産する。それが、まあ早川葵の理想的なピッチングになるんじゃないでしょうかね。まあここまではなんとか抑えてきてるけどね。次で最後にしていきたいと思います。この試合ね。でも打たれてるからね、結果的になんとか抑えてきたが、内容自体はあれれれれみたいなね。あれれ、葵ちゃん何してんのって。紙一重ですから、紙一重で抑えてきてる。この紙一重がちょっとずれたらバゴーンですよ。葵大爆発、新聞の見出しで出ますよ。気をつけないとね。パンダになるつもりはないからね。客寄せパンダになるつもりは葵ちゃんないから、最高の中継ぎを目指してやってますから。よろしく。葵ちゃんをパンダというやつはね、そんなやつはもうね、クマさんにしてやるわ。どういうことよ。さて、最後出番はあるかな？チームが勝ってると出番あるんですけどね。あい、来た。これも1点差7対6、今季6試合目やってきたぜ。点差だぜ。さて、川端7番か。あ、これは楽だよ。あ、いかん、またカーブから入った。これはボール。毎回カーブから入るの本当やめないとね。俺気をつけないと打たれるよ。はい、これね、あれ基本内角を落としときゃ取れる。もう1球三振は取らなくていいんだ。とにかく際どいとこ攻めてのゴロ量産。はい、来たー。これだよね。外のカーブを流してのセカンドゴロ、セカンドライナーっていうの、これが理想的ですよ。はい、振ろうぜ。振ろうよ、そこは。俺は振るけどね。俺のダチと俺は振るけどね。
よし決まった。やっぱこう外に逃げていくカーブ全く打ててないね相手。最後何で行く、トゥートゥー際どいとこ、はいはい来たー、サード取れるだろう、手短け、手が短い、コンプレックス出ちゃった、日本人のコンプレックスここで出ちゃった。嘘んだろ、完全に抑えたと思ったが三塁線だ。ここで伊藤ですよ、打率4割怖えな。ここでの失点は今日先発になるよ。ここまで防御率は0。外に逃げるカーブ振れ、もう一球いく、はい、振るよね、いかん、甘く入った、これは三遊間絶対打たれると思った。やべえ、ワンアウトランナー一塁三塁、次のバッターヘルマンか、ヘルマンからゲッツーはむずいな、むずい。うわ、ほんでダイソーでしょ、絶対ゲッツーないじゃん。ターニングポイント来たよ。うわー、今日4の3と当たってるバッターじゃないか、盗塁、これでゲッツーはなくなったね、完璧に、完璧になくなったよ。フレ、フレ、フローよ、何その制球眼、制球眼おかしいから。外国人バッターって振るじゃん、そういうの振ってくるじゃん。決まった、この打球は真正面、ランナー進まず、これで2アウトランナー2塁1塁、紙一重で抑えてきた、最後も当然紙一重で抑える。平野、今日は4の0、当たってないよ、打ててないよ、大丈夫、いける、はい、来た、ポテポテ、なんやんだ、ダメよ、あ、葵ちゃん素晴らしい守備だ、これはすごい、これは今ナイスプレーだよ。葵ちゃん取ってなかったら平野の走力を考えれば十分に内野安打というケースもあった、タイムリー内野安打でチームは同点。これは最後いいピッチング&いい守備、フィールディングってやつ、素晴らしい、紙一重で最後も抑えました。これですよ、これが青い、これが天使、これがロッテの天使です。里崎なんてもういらねえと嘆いてる方多いんじゃねえかな。そうなんですよ、いらないんです、あんなのは天使でもなんでもない、ただの醜い豚だ、申し訳ない、暴言が出ちゃったね。さて、葵ちゃんは1回を投げて球数は24球、打者5人に対して被安打は2本というね、ピッチング、そして失点は0ですよ。あのピンチから乗り切れられるというのは非常にいいんじゃないでしょうか。なんで今神社って出てきたんだ。オッケーオッケー、今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。じゃあ最後、ここまでの葵ちゃんの成績をね確認して終了していきますよ。葵ちゃんの現時点の成績はこんな感じ。はい、どこにいる、早川、早会いましたね、防御率は0、6イニングを投げて、ホールドポイントは5ですね、いいね、登板6試合で、三振がここまで4個、三振率は6割ですね、6です、被安打7本と多く、ウィップは 1.17 という感じでございますね。いやいや、ここまで失点知らず、これがどこまで続くのか見ものですね。じゃあ次回の実況も見てくれよな。グッバイ、また会いましょう。